皆さんこんばんは、ななみです。今日は推しと会話をする日でございます。イエーイ。そうなんです、あのオンラインのねトーク会というか、生電話が当たったので、この後本番なんですけども、この4トンに向けてのメイクを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。はい、それでは早速始めていきたいんですけど、ちょっとカメラの位置が低くなっちゃってるんで、ちょっと下からのアングルっぽくなっちゃってるかなと思います。すいません。では早速やっていきます。下地は透明感を出すために今日はジルを使います。透明感大事だから、少しこう肌の補正をしていただきたいと思います。やっぱあれなんだよね、もう素では勝負できないのよ、この年になると。綺麗っていうのはなかなかこう素肌勝負っていうのはできない気がする。もう本当にね、若い頃とは違うんで、仕込みから始まる。今まで使ってこなかったライトが多少この縁にはついてるんで、少しは美容系 YouTuber っぽく慣れてると思います。前から見てる人はね、やっとかよって感じかもしれないですけど、ずっと自然光派だったので、なんか夜とかでも撮れるようにライト、月の鏡を買いました。少しなんかやっぱちょっと肌がね綺麗に見える、これ大事。でということで、 JO1 が、宣伝してたので買ったやつ、イヴサンローランのクッションを使います。私は20番を使ってて、カラーはちょうどいいかなと思ってます。で、机でメイクするなんかメリットが1個あったのが、肘をつける。今までね、机を置かないでメイクしてたので、肘をついてメイクできるのと、机にメイクをこうメイク動画を散らばせられるのがすごい楽。今までとそこが違ってメイクしやすいかも。まあ今まだ下地までしかやってないですけど、まあ、結局ポイント使いは、私目が悪くて見えないから、こうやって手鏡とか持ってメイクすることになるんだけど、これがチラチラ映るのがめっちゃおしゃれ。イヴサンローラン、こんだけ気合入れてさ、メイクとかちょっとやっちゃってるけどさ、その電話が繋がらなかったって人も結構いて、なんか私すごい不安になってきた。大丈夫かしら、こういうシステムやったことないから不安。ちょっと今日は首までペタペタしちゃうよ、馴染みよくするために。これね、照明が当たってるから多分首との境目めっちゃすごく映ってるかもしれないですけど、普通、特に違和感はなくできてます。もう4トンは4トン専用のライトをね買ったから、それでちょっと飛ばしてもらえればいいか。毛穴ぐらい飛ぶだろ、頼むわ。 OK、 塗りたくりすぎか、大丈夫か。はい、でコンシーラー続いて、コンシーラーよ、よいしょ。ちょっと今日はめっちゃカバーします。カバーしないとやっていけないからさ、この普段だったらそんなに濃く塗らなくてもいいだろうっていうところもしっかりカバーします。でもさ、よくよく考えたら30秒だけでこんなに人を動かす推しすごくない？30秒だけだよ。30秒だけのためにさ、みんなさカラー行ったりさ、まあそのエステ行ってる人はいるか分かんないけど、なんかそういうパックをね一生懸命高いのを使ったりさ、そういう風に動かしてるわけじゃない、ファンを。すごいよね、直接会えるわけじゃないんですよ、だって。なのにみんなこんな時間をかけてメイクしてるわけ、すごいよね。まあ時間経ったら出てきちゃうから、また直前にも隠そう。どんだけ隠すんだって。 OK、 ツヤがすごいですね。ナーズのねこのフェイスパウダー大好きで、本当だったらこのぐらい減ってたら、まあ破棄してもいいんだけど、取っといて使ってます。リビング用とこのメイク用で分けようかなって思ってて、まあ多分リビング用にこっちが行くんですけど、2個使ってる、同じねやつを使うという。気に入りすぎパウダーですね。軽いしマットすぎないので、ほんとなんか綺麗に肌になんかレフ板を
なんていうの、当てたみたいな感じで光を放ってくれるので好きです。使うのはマック、マックで鼻の筋を決めたいと思います。ここ真ん中にハイライトを入れる。この人すごい鼻高いなって思ってほしいから鼻の先にも塗って、唇の上にも塗って、顎にも塗って、おでこにも塗って、中心に顔を持ってきます。でハイライトをここに入れるとすごく可愛くなるので、私はここにも塗っています。光がねここに入るだけですごい可愛いんですよね。 OK ですか。はい、じゃあ眉毛はいつものやつですね。セザンヌで塗っていきます。今気づいたんだけど、モニターがこのカメラの上についてるんで目線がずっと上になっちゃってるかも、ごめんなさい。今気づいた、モニター見ちゃう。あー眉毛心配。なんかいつも大事な時っていうか、どうでもいい時に結構さ、なんか今日眉毛めっちゃうまくいったってなるんだけど、どうでもよくない日に眉毛うまくいかない。確認が止まらない。私はキリッと眉がね好きなので、少しこうアーチっぽい感じにするのが好きです。私の理想の眉毛は北川景子さん、あとちょっと昔の戸田恵梨香さんの眉毛がめっちゃ好きで、なんかわかるかな、こうなって上がこうここになって眉尻になるにつれて細くなってくるんだけど、でなんかつり上がるみたいな、あの時のなんか戸田恵梨香さんの眉毛マジ好きすぎて、角度とかめっちゃ見てた。うん、良き。そしたらデジャブの眉マスカラを塗ります。私レン君の眉毛をねちょっと明るくしてほしいんですよね。なんかの時すっごい真っ黒にされちゃってて、髪色と全然合ってなかったから、できればなんかこう少しなんていうの、明るめの眉色にしてほしいなって思ってるめっちゃ油断してたけど、なんかそういうとこ気になっちゃうんだよね。結構なんかそういうとこ見ちゃう。職業病とかじゃないんですよ、単純に私は人間観察が好きなので。そうなっちゃう。あ待って、なんか変な眉毛飛び出てる。この毛何、収まりなあんた。ノーズシャドウがすっごいもうあれだわ、問題点だな。濃く入れちゃうと多分すっごい目立つわ。ほら、ま、見て、ちょっと入れただけで結構目立っちゃうから、ぼかしつつ入れないとやばいな。鼻の人みたいな感じになっちゃいそう。でこっちも下ろして、斜めに下ろします。で鼻先はいつものケイトで塗ります。鼻の先だけ塗っていく。このね陣地を短くするところ、ここにも入れます。そしたらぼかします。結構ライト使うとノーズシャドウって目立ちますね。生で見るよりねすごい目立つ。なんでだろう、すごい結構目立っちゃう。アイシャドウ3のディメンショナルビジョンアイパレットの03番、これがクリームベースみたいになってて、ここがブラウン系で、ここがゴールドで、ここが濃いブラウンになってます。これさえあればメイクできますよみたいなやつなので、結構初心者さんにもすごくおすすめかも。ただ右下に入ってるカラーがねゴールドだから、ちょっと初心者さんだとちょっと使いづらいのかな。なんかブラウンでベースも入ってて、なんかパールもラメも綺麗でってなると結構これいいかなと思ったけど、このねクリームアイシャドウがすごい密着してくれるので、どんなアイシャドウとも馴染んでくれて好きです。引っ越してきてからパパッと洗面台でメイクするときずっとこのアイシャドウ使ってました。多分1週間ぐらいはずっとこのアイシャドウパレット使ってた。上から重ねます。これ分かりますか、この最初にベースを仕込んでおくからさーって塗っただけでも
まあ本当よく見ないと分かんないですけど、グラデーションができます。このカラーはすごい絶妙で好きです。私はまあいいですね。ここで濃いねブラウンを塗っちゃうと逆に目がね小さく見えちゃうんで、ゴールドとブラウンが混ざったようなブラウンが好きです。でちょっとやべえぞってとこは溶かします。はい、下にも少しこのクリームシャドウを塗って密着させます。濃いブラウンをこの目尻の部分からこうラインを引くような感じで塗っちゃいます。結構濃いめのブラウンなんですよ、これが。メイク薄い人はこれだけで全然いいんだろうなって感じ。私はラインをね、はっきり塗らないと顔がないから、ラインを取りづらくするっていう意味でもすごくいいですね。ライン塗った後にこれを塗って固定するっていう感じ。取りづらくなるのでね、パウダーを上からのせると。はい、で目の下にも余ったやつをここに塗っておきます。もう目が勝負だから、目と目で通じ合うじゃん。だから目が大事。目の下のシャドウはちょっと後で塗るんで、ちょっと一旦保留でいこうかなと思います。ちょっと仮でつけとこうかな。仮でつけといてその上から塗ります。はい、普通にラインを塗っていきます。ラインキャンメイクで塗ります。もうずっと使ってます。あの薬局でそうなるあるんじゃないかなと思って見に行って、そしたらやっぱあったんですよ。で何本だっけ、4本かな5本かなあったんですけど、とりあえずなんか1個は残しといた方がいいなと思って探し求めてる人がいるかもしれないから、1個残してあとは全部買いましたっていうぐらい気に入ってます。これないんだもん、なんかあの買いに行ってもさ、売り切れなわけ、買えないから買っとくしかないなっていうことで買っときました。私は目の下にも塗るのでここに塗ります、粘膜。はい、そうしましたら NARS のこちらの小さいオーガズムアイシャドウのここを使います。このカラー見えるかな、これをまぶたの中央にのせます。この中央にのせてパサ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 ってやっていきます。見て、超かわいいはい、優勝、あなたは優勝だよ、かわいい。作った人誰、誰なのよ。やっぱ目元はビヨンセぐらいキラキラでいかないといけないんで、マスカラをいきましょう。マスカラは下げたくないから、もうあれよ、これキャンメイク、キャンメイクでいきます。あなたたち出番よ。マスカラ問題あるからな、失敗みたいなあるからね。いきますよ、まずはまつげを上げる、入れてグイングインしちゃうから。うん、いいじゃない。ちょっと今目が負傷してて、目尻の毛が全部抜けるっていう最悪なこと起きてるけど、私のまつげを返しなさいよ、本当に。ただでさえないんだから返しなさいよ。キャンメイクの、キャンメイクのこの透明の方で一旦カールさせーの、一旦カールさせーの本ちゃんを塗っていきたいと思います。こちらでまつげを整えていくよ。伸びてお願い、綺麗に綺麗にいっちゃって、綺麗に伸びちゃっていいよ。よいしょ、あなたは選ばれたマスカラなのだから自信を持って伸びなさい。はい、じゃあそしたら目の下にトゥーフェイスドのトゥインクルトゥインクルリキッドグリッターアイシャドウスイートスポットというのを塗ります。名前が可愛い、トゥインクル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 、かわいいね。ということでこちらをつけていきます。かわいい、かわいいですけど、
もうさ、長らく使ってるけど全然減らないんですよ。全然減らないし、毎回可愛いと思わせてくる。可愛い。夜、男性の前でキラキラをね見せつけたいという方にはとてもおすすめです。とちょっとお昼にはあれかもしれないけど、ちょっと乾くまで待ちますね。こういう状態で待たせていただきます。薄めで乾いたかな。固定されましたね。 OK、 かわいい、最高。アンプリチュードの、コンスピキュアスモノチークスライトベージュを塗ります。ピンク系でもいいなと思ったんだけど、この辺のオレンジ系で攻め攻めします。リップの方に色味持ってきたいから、ちょっとチークは抑えめでなんだけど、ここの中央の部分には結構塗りたい。リップはマットにしてもいいかなと思ったんだけど、なんかちょっとマットだと強すぎますかねって思ったんで、マーシーって読むのかな、のリップを塗ります。これの読み方が未だにわからないので、知ってる方は教えてください。じゃあいただきます。いや、なんかどぎつい色にしてもいいかなって思ったんだけど、ちょっと様子見だよね。ちょっと一旦これで塗って様子を見たい。いや、なんか赤とかもいいんだけど、ちょっとライトで見ていてどんな感じかっていうので後で変えちゃうかもしれないですけど、とりあえずこれでいきます。何番だっけ、 DT3 番です。オレンジっぽさも入ってるような感じ。シェーディングは今日は濃く入れます。もう見えてもいい、もう見えてもいいのよ。もう影になってればいいかなと思うから、とりあえずいつもだったらそんなに濃いめには入れないんですけど、がっつり入れます。小顔効果を見せてやりますで、川北さんが言ってたこの首の後ろ、この首のとこにも塗ります。とにかく影が大事ということで、もう見えないんでね、カメラ越しなので直接会ってるわけじゃないので、すごく入れておきます。おでこも動かします。あ、結構濃くつくで、ダメだ、ちょっと塗りすぎたこれさすがにやばい、これさすがにやばいから、上からクッションでちょっとこう自然な感じでいきましょう。 OKOK、okay, okay. この辺もちょっと濃すぎか。よしで、なんか知らぬ間にそばかすがまた出てきちゃったので、そばかすさんにもう一回ポイントを置いてちょんちょんします。 OK、 そしたらですね、最後に頬の方にハイライン塗っていきたいと思います。こちらに、ここのね、頬のここに塗るだけで綺麗なんです。これすごいね、なんかやっぱ正面当たってるとちょっと首との差が出ちゃうね。塗っとこう。よいしょよいしょ、完了。はい、今ね髪もちょっとこう外跳ねにするような感じでやってきました。私首が短くて、首が詰まった服を着ると結構なんかバランス悪くなっちゃうんで、 V の字カットにしてみました。今ねカメラのアングルが下なんで、本番はもっと上にやって、こういう状態で映してもらおうかなと思ってます大丈夫かな、緊張してきた。そう、なんか何話そうかなと思って、思いを伝える系もいいんだけど、逆に思いを伝えてほしいなっていう方にしようかなと思って、初対面なのにうまくいくか分かんないですけど、そういう風にやろうかなとは今一応考えてます。この後今ね時間が1時8分なんで、もうちょっとなんですけど、もう少しだったら、入室、このアプリに入室できるので、それで待機したいと思います。私こういうオンラインみたいなの初めてで、
なんかあの握手会とかハイタッチとかは全然緊張しないんですよ。なんか逆に冷静になっちゃうんです、本人を目の前にするとキャーみたいなのできなくて。なんだけどなんか逆にこのオンラインの方がなんかちょっとワーキャーできそうな感じがするなんか1枚多分なんだろう、1枚っていうかなんかテレビを見てる感覚になれると思います。なんかね直接会っちゃうと結構なんか落ち着いちゃうんですよね。あ、生きてる、いたんだ本当にみたいな感じが先に来ちゃうから。そうなんです。あー今更だからすごい緊張してきたでまたレポもあげたいなと思ってるのでそれでは